はい、皆さんこんにちは。榊原でございます。3時半をちょいと回りましたですね。4月は30日、日曜日でございまして、静かですね。ちょろっとメールが来るぐらいですね。電話かかってきませんね。で思ってもなんか静かですね。あれですね、雨も降る降るって言っててそんなに降ってませんね。行きましょう。東洋経済、昨日の朝6時30分に出た記事ですね。日銀植田新体制が今政策変更を行う理由はないと。トップが変わっただけ、金融市場は期待しすぎというんで、東洋経済の記者であるこれ劉文穂さん、劉というのは中国人に多いんですけど、一部韓国人にもありますね。どっちの方か分かりませんけども、まあ、とりあえず日本の方ではなさそうです。最初ですね、4月に経済学者の植田和男氏が総裁に就任して、体制が変わった日本銀行、4月27から28日に新体制で初となる金融政策決定会合を行った。金融市場の一部では金融政策の修正や変更を予想する声もあったが、現状維持を決めた。決定会合では過去の金融緩和策を多角的に評価するレビューを実施することも決め、四半世紀の政策運営を点検する考えも見せた。なんかこのあたりがいかにもね、学者ですね。四半世紀振り返って評価すると、うん、君の仕事はですね、過去を評価することちゃうねんでって、これからどうするか決めるんやで、君は新総裁を。植田日銀は今後どのような姿勢で政策やその決定に臨むのだろうか。マクロ経済が専門で金融政策の調査分析を行う PWC コンサルティングの伊藤敦史シニアエコノミストに聞いた。安定した物価目標 2% は下回る見通し、で、まあ、これ質問なんでしょうね。4月の金融政策決定会合では政策の現状維持が決まりましたに対する答えですね。3月に欧米では金融機関が相次いで破綻するなど金融不安があった。すでに FRB など中央銀行が一時的に毎日行っていたドル供給オペを週1回にするなど国際金融危機まで、波及するものではないと見られ、不安は後退している。ただそれで日銀がすぐに政策修正できるか、または変更を急ぐかといえば距離がある。現時点では日銀や多くのエコノミストも日本でのインフレが落ち着いて日銀が掲げる安定した物価目標である 2% を下回ると見通している。なんでそんな見通しができるんでしょうね。あんたら日々スーパー行ってんのちゃうの。僕毎日通ってますよ、スーパー。一日2回通りますよ、行きと帰りと。物を買う場合もあれば買わない場合もありますね。で、見てる限りはですね、2% どころではなく消費者物価上がってる気がしますけどね。2% を安定して達成できる状況が見えた時や、将来のインフレの抑制が必要だから金融を引き締めないといけない時に政策修正を行う必要が生まれる。今の段階では政策修正や変更をする整合的な理由が見当たらない。そうかな。見当たるんですけど見当たるんですけど、いっぱい見当たるんですけど、特に私のですね、専門であるマンション不動産はこの10年間この黒田のおっさんの異次元金融緩和で倍以上に値上がりしたんですよ。どうなしてくれんねんこれほんまにと。買う人がおるから悪いっちゃそうなんですけども、もうむちゃくちゃになってるんですけどね。この後ですね、ログインしてですね全部読めます。そのログインの前のページっていうかアドレス貼っときますね。だからこの後読みたいという方は読んでみてください。一つ言えることはですね、この植田新総裁に皆さん期待したと思うんですけど、もう期待は見事に裏切られましてですね、とりあえずですね、こう大幅に黒田路線を変更するようなことは当面やらないだろうなというふうに思います。なんて言いますかね、アメリカではね、学者出身の人がね、ドーッとこうすごいことやったりするんですよ。
これは経済の理論でこうなってにゃみたいな感じでですね、こうやらはるんですけど、日本の場合この上田のおっさんはですね、多分やらないタイプですね。つまり、なんと言いますかね、手堅く行こうというふうに、要は自分の責任で何かおかしなことにならないようにならないようにと、まるで官僚みたいですけども、そういうふうに行くんではないかなと。この方今までですね、組織の長であったということがほぼないんではないですかね。ということはですね、で弱い71歳でしょう。ということはこんな年になってですね、大きな波をかぶるようなこと選択はしないのではないかなと。差し迫らなければね。で今はまだ差し迫らないからですね、そういうふうに踏み出さないということだと思います。この人なりに機が熟すのを待ってるはずなんですよ。ただもう十分に機は熟してるんですね。今利上げしないとですね、いつ利上げすんねんということですね。もう不況が目の前に迫ってるわけですよ。で不況の時に利上げするって最悪なんですね。最悪なんですよ。さらにその不況をですね、こう深めてしまうということになるんで、今この4月っていうのは本当はね、私はね、今年去年でもやるべきだと思うんですよ。去年 FRB が盛んに利上げをしてる時に日本もやるべきでしたね。最後のチャンスであったかもしれません。もう今でもかなり周回遅れっぽいですよ、今から始めたとしてもね。だってもうアメリカ来月のですね、利上げで一番あっても、それが一番最後でしょ。ほんで、その後はいつ利下げすんねんっていうことでしょ。おっしゃる、その、アメリカが利下げしてるときに日本が利上げしたらどうなるかって、ものすごい円高になるんですよ。で、日本ってね、円高に弱いんですよ。輸出系は。ほんなら、ほっといたらいいと思うんですけどね、私は。でも、円高になるとですね、風当たりが強くなるから、利上げできないってことです。でこのままね、利上げせずにいったらどうなるのかというとですね、金融危機になります。徐々にですね、金融機関が弱っていってですね、まあ、そのうち倒れるでしょうね。だからもうね、かなりね、10年間黒田さんがですね、アホやりまくったおかげでですね、維持張りまくったおかげでですね、かなりいびつになってるんですよ。だから今少しでも利上げをしておかないとですね、次利下げできなくなるんですよ。上げ今ゼロですからね、ゼロとマイナスですから、今上げとかんとね、次復旧が来た時に下げられへんねん。それをですね、そんな誰でも分かる常識なのに、この上田さんと陽子さんはですね、できないわけですね。昔20年前に日銀の審議員やったそうですけど、その時に公用車を買ってですね、六本木のお姉ちゃんのお店に通っていたって言うんですけど、その辺におるおっさんやんそれと私は思いますよ。公用車で通うというところが小心者ですね。自分でタクシー乗って行ったらええやんと思うんですよ。たかだかそんな知れてますやん、日銀か。日銀ってそこにあるんですけど、そっから六本木までタクシー行ったって2000円か3000円のもんでしょ。それをですね、公用車使って行ってですね、まあ、店の払いは絶対プライベートやと言ってたそうですけど、そんな何回かに1回回したんちゃうのと。まあ、そんなことをやってるおっさんというのはやっぱりね、小心者ですよ。で、小心者にこの大胆な、今ね、利上げをするって言ったら勇気がいることなんですよ。その勇気はないんちゃうんかなという気がしますね。ということは、迫られるまでは利上げしないということですね。なんで、当面ないんちゃうかなという気がしますね。期待はされたんですけどね、私も多少期待しました。どんなおっさんやろうなと。でも、次の6月でもですね、またしないんちゃうやろかと。で、アメリカがそろそろ利下げする頃になって、日本は利上げとかって、最悪のタイミングに追い込まれるんちゃうかなという気がしますね。だからもう私は今、現在においてですね、この上田のおっさんにはですね、これっぽっちも期待しません。だから次の6月もですね、スルーにするんちゃいますかね。そしたら何のためにね、日銀総裁変わったかようわかりませんね。つまりね、この上田というおっさんはね、キッシャンにとって分かりやすい人間なんですよ。キッシャンってね、ものすごい頭硬いから、理解の幅が狭いんですね。ところがこの上田さんのやったらですね、俺は理解できると思ったんでしょうね。だからね、ほんまにもう全体的に小ぶりという感じがしますね。はい。
ということで、この東洋経済オンラインの今ちょろっと見かけだけ、1ページ目だけ読みましたけども、次を読みたい方はこのアドレスに行ってみてください。登録したら誰でも読めます。はい、皆さんどうもありがとうございました。